皆さんこんにちは、斉藤マキセルと申します。今回はね、多分この動画が上がってる日ってポケモンのダイヤモンドパールのリメイク作品が発売してる日やと思うんですけど、実はね、このアークにもポケモンモッドっていうのがありまして、なんとそのモッドを入れるとポケモンとかゲットできたりするんですよ。まあなんで今回はダイヤモンドパールのリメイクを記念してポケモンモッドよりガブリアスをゲットしていこうかなと思っております。で、ガブリアスといえば、まあそのダイヤモンドパールで初登場したポケモンなんですけど、で、ポケモンにはラスボスとしてチャンピオンっていうトレーナーがいるんですけど、そのチャンピオンシロナが使う手持ちのエースポケモンがそのガブリアスなんですよ。まあだから言うたらほんまにラスボスみたいなポケモンなんよな。しかもストーリーだけじゃなくて、ポケモンって通信対戦もあるんですけど、その通信対戦においても約10年間最強であり続けたっていう、とにかくね、めちゃくちゃ強いポケモンなんですよ。まあなんで今回はそのガブリアスをゲットして、まあ最後にですね、その見た目をじっくり観察しながら性能も確かめていけたらなと思っております。よっしゃ、ほんじゃあ早速ガブリアスゲットしに行こうか。まずなんかこの恐竜の世界にポケモンがいるっていうのがまず不思議やけどな。いや、いるんすよ。ただね、なんかこのモッド入れてもガブリアスなかなか野生で出てこやんくてさ、今回ね、あんまりにも見つからんかったからちょっとコマンドで召喚したんやけど、それがね、ちょっともう奥に見えてるわ、あれや。これ、ガブリアス。ガルチョップ。レベル150。めっちゃガブリアスやろこれ。ちょこちょこ歩いてんのなんか面白いけど、ガブリアスってあんな感じで歩くの。まあちょっとモッドやから若干の出来の悪さあるかもしれんけど、ただでも見た目はもうどう見てもガブリアスやからな。どこからどう見てもほら見てくれこれ、かっこいい。なんかもうこっち来てるな。ちょっと待て、バレたな。あー、戦ってますぜ。ガブリアスがモロクトカゲと、うわ、一瞬で倒した。なんか王者の余裕があるこいつ。おっと、痛えな。ほんでこのモッドにはね、モンスターボールとかもあるんすよ。だからちょっと今回はモンスターボールでゲットしたいな。ちょっと投げてみようか。ほら、さあどうだ。うえー、ダメやな。やっぱさすがにな、 3% か。ちょっとやっぱり弱らした方がええかな。ある程度ちょっと赤ぐらいまでちょっと削っとかんと、やっぱポケモンって考えたら、このラプトルとさ、ガブリアスが殴り合ってるこの映像面白すぎやろ。体力どれぐらいや。あー、ちょうど良さそう。よし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 。ほんじゃあモンスターボール投げましょうか。ほら、さあいけるかな。あー、ダメやな。 9%。 うーん、微妙やな。これちなみに麻酔とか打ったらどうなんでしょうか。ちょっと麻酔効いてる方がテイムしやすいとか。テイムじゃねえや、ゲット。まあ、ゲッテイムでもええけど。ほら、いくぞ。よし、さあどうだ。9% か。あんまり変わらなさそうかな。とりあえずこうやってやっていくしかないか。なんかスーパーボールとかハイパーボールとか、あとなんかマスターボールもあるみたいなん聞いたんやけど、俺どうやって取んのかわからんのよな。だからちょっと今回モンスターボールでやるしかないんやけど。まあ 10% か。10% でもまあ、確率的に言ったら10回投げたら入るからね。だからまあ、根気よくやっていこう。ほら、うん、難しいね。おー、いけた。ガルチョップ、ガルチョップって呼ぶんかわからんけど、ガブリアスゲットだぜ。やった。よっしゃ、ほんじゃちょっと出してみようか。よし、
もうじゃあ投げてみよう。いけ、ガブリアス。おお出てきたね、ガブリアス。うわ、ちょっとまずは観察してみよう。これ、うわ、どこからどう見ても正真正銘ガブリアスやな。かっこええな。なんか人によったらなんかあのガブリアスあんまり好きじゃないって聞いたことあるんやけど、俺はむちゃくちゃ好きなんよな。かっこよくない？ガブリアスって。うん、なんか頭の先端のあの星マークみたいな、これはようわからんけど。これはようわからんけど、普通にデザイン好きなんよな。かっこいい。ちなみに横に並んでみるとこんな感じや。あ、やっぱでかいね。ただちゃんとガブリアスサイズかな。多分これぐらいやと思うわ、人間に対してやったら。しゃあ、ガブリアスゲットだぜ。よし、まあ、見た目は観察できたから、次は性能面やねんけど。まあ、ゲットするだけやったら、ポケモン本編でもできるけど、このアーク最大の強みは、なんといっても、まあ、この生き物に乗れるってとこやから、ちょっとね、早速ガブリアスに乗っていきましょう。はい。ドン。どうよ。まあ、なんか乗ったっていうよりは、なんかガブリアスになったって感じやけど。この上のサバイバーどっか行っちゃったけど、まあ乗るとややこしいんかな。やからなんかガブリアスになるって感じになってるんやろうけど、こんな感じ。まあこれはこれでいいよな、普通にガブリアスになって動けるっていう、こんな感じ。なんかジャンプ力めっちゃ低いけど。ほんでなんかなぜかこいつマッハポケモンなはずやのに遅いっていう。結構早いんやけどな、ガブリアスって。早いはずやのに、なんかすごい遅い。これでダッシュやからね。お、サーベルタイガー来たな。よっしゃ、おら！うん！弱くね？ちょっと待って、弱くね？おい、ちょっと待って。めちゃくちゃ弱いぞ、おい。おい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 、ガブリアスやぞ。お前、確か俺、一回バシャーモもゲットしたことあるんすけど、バシャーモ400ダメージぐらい出しとったぞ。なんでガブリアスこんなに弱いね。おい、どないなってんねん、おい。おい、ちょっと待って。めちゃくちゃ弱い。ガブリアスがめちゃくちゃ弱い。しかも遅い。ただ見た目はめっちゃガブリアスっていう。このリアル世界をなんかガブリアスが歩いてんの面白いな。しかも技がこれだけしかないっていう。ただ、ちょっと待って。今ちょっと待って。あ、なんかハマったか。ちょっと待てよ。ハマったかな。あ、ハマるか。ダメか。そうやね。このポケモン持っとって、結構弱点がありまして、これ降りるとね、ちゃんと着地できひんっていう。だいぶ問題点抱えてるんですけど。これちなみにクリエイティブモードとかにしても、あ、クリエイティブモードなら、あー、ダメやな。よし、ほんじゃ、せっかくやからね、このモッドに入ってる別のポケモンとも戦ってみようか。さっきなんか戦闘力全然なくて、ちょっとやばいなって感じしてるけど、大丈夫かな？バシャームと戦ってみるか。えい、バシャーム。ほら！じゃ、これ、あ、ちょっと待って、一突きか、これ。一突き。ちょっと待って、一突き邪魔や。なんかオンバーも来た、オンバーも来た。ちょっと待って。オンバーも、お、倒した。あ、でも、あ、ノックバックが結構あるんかな、もしかして。ノックバックが結構あるかもしれへん。おい、かかってこい、オンバー、お前。お前。なんか、あ、でもなんか、なんか異国の地でなんか殴り合ってるポケモン面白いな。だって、どう見てもリアルな世界観やのに。お前らデフォルメ化されすぎやろ。おお、びっくりした。お前なんやねん。ほらもう、ここにいる生き物こんなにリアルやもん。そういや、ステータス見てなかったな。ステータス、体力3150、スタミナが720、重量が474、メレーが371と。まあ、そこそこぐらいやな。
めちゃくちゃ弱いわけでもないし、まあ強いわけでもないっていう。いやまあ結構問題点あるけど、いやガブリアス自体はめちゃくちゃかっこいいな。ということでいかがだったでしょうか。今回このガブリアスをねアークでゲットしてみたんですけども、いやー違和感だらけやな。やっぱこの世界観にガブリアスがいるっていうのが未だに信じられへんけど、ただガブリアスやもんな。ちなみに歩くとこんな感じやね。なんかなんやろこの歩き方、めちゃくちゃダサいし全然進んでへんけど、ダッシュやとこんな感じ、ダッシュでも走らへんっていう。ガブリアスやのになんかめちゃくちゃ遅いっていうのがなかなか違和感あるけど、これはこれででもなんか風格が出ててなんかかっこいいな。ただそれ普通の歩きモーションでええやんっていう感じはするけど、ちょっといろいろ問題点はあるけど、ただねこんな感じでガブリアスを使えたりするので、まあ結構ねこのポケモンもっと面白いよね。俺はね結構大満足やわ、このガブリアスが使えて。ということで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。この動画がいいなと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。またね。